バーデン、バーデン国家、バドナーライドバーデンは、ドイツ南西部、現在のバーデンビュルテンベルク州に存在した両方。12世紀に、聖ゲン家を領主とするバーデン辺境を領として成立。中世には分割と併合を繰り返した後、18世紀に、再びバーデン辺境を領として再統合された。ナポレオン戦争の中で領土を拡大し、 中堅両方に成長1803年には選定権が与えられる。新生ローマ帝国解体後の1806年にバーデン大公国となり、1871年にドイツ帝国の構成国の一つとなった。近代のバーデンドイツの南西部に位置し、南と西の境界線はライン側である。主要都市のほとんどはライン地交代に所在しており、 南側からレイラッハ、フライブルクイムブライスガウ、カールスルーへ、マンハイムが連なる。ライン川を挟んで南にスイス、西にエルザスと隣接する。ドイツ帝国の時期は、北西にプファルツ地方、北にヘッセン大公国、北東にバイエルン王国と接していた。東側にはビュルテンベルク王国があり、南のクライヒガウ地方からシュバルツバルトを通って走っており、 ガッケナウ付近では、八シはエスペンテイルと呼ばれるように領土の幅が1 1トルにまで狭まっている。また、南東部でプロイセン王国の飛び治療とも接していた。1112年に、セイリンゲン家のヘルマン2世がシュバーベンにおいて、辺境博となり、子孫が代々所要と財産を引き継いでいったことから、始まる。バーデン辺境博という称号は、ヘルマン2世が、 バーデンバーデンにある法園バーデン女王居場としたことによる。1475年に偏京博となったクリストフ一世は、ハッハベルクザウセンベルク偏京博家を併合、バーデンバーデンに新宮殿を築くなどしたが、晩年は心身を弱らせ、1515 15年に三人の息子に統治権を譲らざるを得なくなった。クリストフ一世は1527年に死去。 共同統治者の一人であったフィリップが1533年に母子、バーデン偏境白領は、バーデンバーデン偏境白領とバーデンドゥルラ派、偏境白領に分割された。ドイツの宗教改革の中で、両方の信仰も、バーデンバーデンはカトリック、バーデンドゥルラ派はプロテスタントと分かれた。17世紀末に発生した大同盟戦争では、バーデンバーデンやドゥルラ派が、 大きな被害が出た。バーデン・バーデン辺境博で、神聖ローマ帝国の名称として、なおを馳せたルートビーヒビルヘルムは、ラシュタットに、新たな情感を築いて、本拠を移した。バーデン・ドゥルラハでもカール三世ビルヘルムが新たな、本拠地として、計画都市カールスルーへの建設を始めた。なお、ラシュタットでは1714年に、ラシュタット 偏境博を称していた時代のカールフリードリヒ1771年、バーデン・バーデン偏境博、アウグスト・ゲオルクが死しなくして没する。これによって、バーデン・ドゥルラハ偏境博、カールフリードリヒが16世紀に分かれた所領を統一し、バーデン偏境博を称した。19世紀初頭、バーデン偏境博領から、バーデン対抗国への領土拡大カールフリードリヒは、 啓蒙絶対君主の一人と評される。啓蒙思想に基づく諸改革を行い、重農主義的な政策を展開する。一方、中小療法の一つに過ぎなかったバーゲンを帝国の中堅療法として発展させることに成功した。1789年にフランス革命が勃発、ハプスブルク家はフランスに干渉する。ハプスブルク家はドイツ諸公に協力を要請し、 バーデンはフランス攻撃の前線基地としての役割を担うこととなった。しかし、フランス軍が攻勢に転じ、1795年にはライン側左岸にあったバーデン辺境薄領の領地も占領された。プロイセンがフランスと単独講和する中でバーデンは窮地に陥り、フランスとの和平を模索したが、皇帝フランツ2世が戦争継続の姿勢を崩さなかったためにこの時に、 和平はならなかった。1796年6月には、ラシュタットがフランス軍に占領され、カールフリードリヒも国外に退避、外交官ライチェンシュタインを派遣し、1796年8月22日に、バーデンとフランスの講和条約を結んだ。内容は、バーデンの退仏同盟からの離脱、フランス軍の領内通行許可、ラインサガン領土のフランスへの割譲などである。 1798年1月、オーストリア及び諸両法とフランスとの講和を目指して、ラシュタットに国際会議が招集されるが、オーストリアの引き延ばし策もあって和平は成立しなかった。再開された戦争で、カール・フリードリヒは中立を厳正に守り、このことはオーストリアからの離反を意味したが、その後の退仏関係でバーデンを有利にした。1803年2月、 帝国代表者会議主要決議が帝国会議と皇帝に採択される。帝国がラインガー砂岩をフランスに割譲する保証として諸侯に対して正界諸侯領の世俗化帝国騎士の陪身化を進めるものであった。バーデン編強迫が失ったラインガー砂岩の領土はわずかなものであったが、世俗化、陪身化し、またプファルツ選定公領のラインガワウガン地区を 接収することによって、領土を拡大した。また、帝国代表社会議主要決議によって選定権を獲得、バーデン選定公国となった。バーデンが成長した理由には、ライゼンシュタインの外交手腕、ナポレオンが接近を図っていたロシアとの親族関係、南ドイツに中規模両方を形成させることで、フランスとオーストリアの干渉地帯とする思惑などが挙げられる。 なお1804年には、領内、エッテンハイムに潜み暮らして亡命フランス貴族、ルイ・アントワールド・ブルボン・コンデが、フランス軍によって捕獲され、第一統領ナポレオンの暗殺を図った、応答派幹部として処刑される事件が発生している。1805年、オーストリアが、第三次大仏内同盟を結んで、フランスに戦線を布告するが、バーデンは、ビュルテンベルク・バイエルンと共に、 フランスに味方した。1805年末のプレスブルクの和訳で、バーデンはハプスブルク家からブライスガウを割上され、一体の領土を持つこととなった。1806年4月、期体行為継承者であるカールが、ナポレオンの幼女、ステファニー・ド・ボアルネと結婚した。1八百六年のライン同盟発足は、新聖ローマ帝国の解体を宣言するものとなったが、バーデンには、 ビュルテンベルクからの領土割動と先抵抗くらいに変わる対抗意をもたらした。以後、この両方はバーデン対抗国となる。初代バーデン対抗、カールフリードリヒは1811年に没し孫のカールが対抗意を継いだ。ナポレオン失墜に伴いライン同盟は解体、その後委員会議を経て1815年に発足したドイツ連邦に加盟した。 1817年、カールの死士アレクサンダーが一歳で創生した。一族で継承権を有するカールのおじる飛び火にも着手はおらず、対抗家は断絶の危機に瀕することとなり、継承権を有するバイエルン・オー・マクシメリアン一世からの圧力にさらされた。カールは、聖人元家に対抗意を残すために継承法を改め、既戦結婚のため継承権を排除されていた。 カール・フリードリヒの5歳、ルイーゼの子レオポルトらに継承権を認めた。1818 18年、カールは自由主義的な憲法を制定。同年末にカールは母子、ルート・ビヒが三大大公となる。1830年にルート・ビヒ一世が母子、レオポルトが四大大公となった。レオポルトは自由主義的改革を進めた。 1840年、バーデン大公国区に有鉄道会社を設立した。最初の路線は1840年にマンハイム・ハイデルベルク間で開通した。ドイツにおける1848年革命も参照1848年のパーリ2月革命が最初にドイツに波及したのはドイツにおいて自由主義の中心地の一つとなっていたバーデンであった。 1848年2月27日には、マンハイム民衆集会が、権利焦点を要求する3月要求を採択。3月1日には、バーデン国議会議事堂が選挙された。3月5日には、ハイデルベルクで自由主義者が開いた、ハイデルベルク集会で、ドイツ国民議会の準備議会を招集することが、決議された。4月には、ヘッカー放棄が、9月には、 第二次バーデン放棄が発生した。1849年5月11日には、ラシュタットでバーデン軍兵士の反乱が発生、対抗レオポルトが国外に脱出し、プロイセンに救援を求める事態となった。6月1日には、バーデンで共和国が宣言され、ロレンツ・ブレンターノが臨時政府の庁に就いた。このバーデンでの放棄の参加者には、 フランツ・シーゲルなどがいる。7月23日、プロイセン軍がラシュタットを占領することによって、バーデンの革命、ひいてはドイツにおける1848年革命は終焉を迎えた。1856年に六大大公に周囲したフリードリヒ一世は自由主義的改革を進めた。フリードリヒ一世の妻は、プロイセン王大使、ビルヘルムの娘ルイーゼであるが、 1866年の広島戦争でバーデンはオーストリア側についた。1866年広島戦争の講和条約として結ばれたプラハ条約によりドイツ連邦は解体。プロイセンを中心とする北ドイツ連邦が発足すると共にマインガワイナンに南ドイツ連邦を設立することが認められた。バーデン大公国も 南ドイツ連邦への加盟が予定されていた。1870年不仏戦争が発生すると、バーデン大公国は南部ドイツ諸法と共にプロイセンと同盟を結んで参戦。1871年にドイツ帝国の構成国となり、1918年のドイツ革命まで存続した。第一次世界大戦末期の1918年10月、 バーデン大公家出身で自由主義者として知られたマクシミリアン・フォン・バーデンが帝国最小に任じられた。ドイツ革命によって君主制が廃止され、バーデン共和国となる。バーデン大公国の文章。ありがとうございます。